本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして日の井俣村長星光義より歓迎のご挨拶を申し上げます。どうもおばんでございます。ただいま紹介に預かりました日の井俣村長の星でございます。今日は村のこの上にあります鎮守神のお祭りでございまして、その奉納歌舞伎ということで、このように大勢の皆さんにおいでをいただきまして誠にありがとうございます。また、マスコミ各社それから農協郵便局の関係者の方々には毎年のぼり旗を贈呈いただきまして、日の井俣歌舞伎を応援していただき盛り上げていただきますことに対し厚く御礼を申し上げるところでございます。日の井俣歌舞伎は270年以上の歴史があり、5月8月のお祭りに、村人とそれからかつては近隣の町村の方々がおいでになり、現在は全国各地の歌舞伎ファンの方々がおいでくださっております。千葉の屋、穴駒沢、村の人大体30人ほどで構成をされておりまして、大工さんや民宿のおかみさん、勤め人の方といろんな方がおられますので、比較的時間の取れる2月3月の冬、その年に上演いたします2幕から3幕の練習をさられ、春から秋にかけて上演されるわけでございます。出し物は11本持っておられるわけでございますけれども、毎年役替えをされながら11本の幕を年間数回の上演で伝承していくというのは本当に大変なことでございますけれども、役者の皆さんは地域に伝わる大切な伝統を守り伝えていくという強い決意のもとに頑張ってもらっているわけでございます。最近まではテープの録音を使って演技をしていたわけでございますけれども、ここ数年は隣町の室井秀太夫さんという方が共演してくださっておりまして、この方が三味線も語りもこなしてくださるんで、役者さんの方も大変演技がしやすいということで、歌舞伎の評価も高くなっているところでございます。村は今年組合村から独立いたしまして100周年を迎えるわけでございますけれども、この舞台は明治の30年代に建てられたもので100年以上の歴史がございます。100年前の人々もこの場所で同じ建物で歌舞伎を楽しんでおられましたので、そういったことにも思いを馳せながら山里の夏の一夜を楽しんでいただきたいと思います。本日はおいでをいただきまして本当にありがとうございます。